SB ライズ対抗戦 SB ルール上山聖輝 VS 大崎浩輝
ジャブロー、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 
判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ若林29対28、青コーナー大崎、ジャッジ茂木29対27、青コーナー大崎、ジャッジ津山29対27、青コーナー大崎。以上3対0の判定で勝者青コーナー大崎幸喜。大石ジムの大崎幸喜です。そうですね、まあ試合自体ちょっとしょっぱい試合になっちゃったんですけど、ちょっとなんか力が入りすぎて全然思ったようには動けなかったんですけど、上山選手、対戦してくださってありがとうございます。本当は僕も一回やってはいけないミスをしてしまって、でそこからこう試合でしっかり結果でこう残していって、今こういう舞台に立たせてもらってるんで、上山選手本当55キロ引っ張ってってる一人だと思うんで、またしっかりと違う形でもう一回試合ができたらもっともっと盛り上げられると思いますし、上山選手はそういう力のある選手なんで、本当にやってはいけないことなんですけど、僕個人としても上山選手とライズをシュートボクシングを格闘技をもっと盛り上げられる選手だと思うんで、今後も変わらず僕の応援も、そして上山選手の応援もしてくださったら僕はすごい嬉しいです。今日見てても分かると思うんですけど、ライズもシュートボクシングも面白い選手いっぱいいますし、すごい盛り上がってると思うんで、どっちとか関わらず格闘技をライズをシュートボクシングを格闘技を皆さんで盛り上げてくださると嬉しいです。この後も面白い試合まだ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 あるんで、最後までぜひ最後まで会場で見ててください。ありがとうございました。